では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。日産証券首席アナリスト菊川博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、菊川さん、今日はどんなお話から入っていきましょうか。まず先週のトランプさんの発言で、はい、大きく動いた銘柄ですね。まあ、ドル円が売られて、はい、金が逆に反発とこういうふうに先週動いて、はい、で週明けの東京市場もそれに準ずる形となっておりますけれども、そうですね。まあ、それまではゴールドを今年に入って、年初から春先はまあ高値圏で持ち合っていたんですけれども、FOMC をきっかけに年内のドル高観測が強まって、下げが加速と、まあ、足元はこのドル高プラス株高といった形もあって心理的節目の1200ドル、これをトライするような動きとなっていたんですけれども、まあ、先週は週末にかけて安値を買い拾う動きと、そして週末の金曜日は、はい、トランプさんのドル高牽制、はい、そして利上げ、に対する牽制ですね、はい、でこれらを受けて、まあ、下ひげをつけて、値を戻しているということで、もしかすると、先週つけたこの下ひげ安値ですね、はい、これが当面の一番底になる可能性も出てきたかなというふうに考えております。これずいぶん下がりましたもんね。そうなんですね、これ次のチャートで見てみますと、年初を100として、はい、ダウ、ゴールド、そしてドル円を重ね合わせたグラフですけれども、まあ、黄色のゴールドですね、まあ、年初からしばらくこの高値圏で持ち合っていたんですが、まず最初にドル高ですね、赤のドル高がスタートして値を崩して、で足元直近で見るとこのドル高プラス株高も加わって下げが加速していったと、いうような状況ですね。まあ、このまま良い金利上昇とともにドルが上がって株も上がり続けるということだと、金はさらに下値をトライするのではないかといった懸念もあったんですけれども、トランプさんの発言で一方向でのドル高は牽制されるのではないか、抑制されるのではないか、まあ、ムニューシンさんの発言、火消し等々ありますけれども、まあ、中間選挙に向けて、やはりトランプさんの意見の方がより強い状況でマーケットは反応するのかなというふうに考えると、まあ、今回金が大きく春先から下がっていったのは、まあ、先行指標としてドル高株高の先行指標になった可能性ありますけれども、逆にゴールドが底打ちしてくるとちょっとドル高株安に対しては警戒必要かなというふうには思いますね。でドル円も一旦三角持ち合いを上に離れて113円台まで行ったんですけども、はい、戻りを売られている状況と、まあ、とりあえず200日の移動平均線が110円近辺にありますから、まあ、ここが下値のとりあえず短期的な目処にはなろうかなというふうには思いますね。特にポジション動向を見ると対主要通貨に対してドルの買い越し足元膨れておりましたから、この膨れていた買い越しのポジション調整が足元、まあ、週末から週明け、急速に起きているという状況だと思います。ただフェデウォッチを見るとですね、年内2回の利上げ観測、はい、これは引き続き高い状況でありますから、利上げは多分行われると、そうすると株価にとって今度不安定な状況が、まあ、秋口以降意識される可能性があるということですね。だ株が調整に入る、が意識はされるとされる、いうことですね、はい、で昨年の6月の FOMC 利上げ実施したところと、今年の利上げ実施した6月を重ね合わせた、ゴールドのチャートがこちらですけれども、はい、まあ、昨年も6月に利上げした後年内、まだ数回利上げするんではないかという思惑で金は売られていったんですね。で今年も同じように6月に利上げがあった後売られて、はい、この赤のラインですね、こっちの方ですね、今年ですね、ですね、そうですね、
ただ去年は6月の段階利上げした段階では追加利上げの観測が高かったんですけれども、うん、結局12月までできなかったということで、うん、9月に向けて、ゴールドは下値を切り上げて、上昇していったということで、昨年と同じように年内2回の利上げが難しいというようになるのであれば、うん、去年と同じような形で切り上げるということもあるでしょうし、昨年とは違って、利上げを継続的に実施するということだと、うん、今は短期的にゴールドリバウンド入っておりますけれども、うん、去年ほど上値は大きくならない可能性もあると、はい、ですから9月に向けての動き、うん、ここは注意して、見たいというふうに思いますね、はい、でゴールドを見る上で、先ほど出た株価はやはり重要ということですね、うんうん、ニューヨークの株式市場ダウも堅調、うん、かつナスダックに至っては史上最高値更新ということで、うん、まあ、基本的に米株一人勝ちの様相で高値圏で推移しております、うん、こちらはダウの月間の騰落率ですね、これを表したものなんですが、うん、7月はかなり月間の騰落率で見ても買い気の強い、うん、上昇確率高かったんですね、高かったんですね、これ陽線確率も7月非常に高いんですけれども、8月9月は逆に、まあ、2000年以降のデータですがやや売り方に分のある、うん、時間帯に入るということで、うん、まあ、7月は、まあ、株高で、株高ドル高で来ましたけれども、うん、まあ、8月、まあ、遅くとも9月には若干その逆な目を、うん、警戒すべき時間に向かっていくと、はい、まあ、金が仮にこのドルとかダウの先行指標的な意味合いを今後も続けるのであれば、うんうん、先に底打ちして下値を切り上げるパターンが出てくる可能性もあるのかなというふうに思いますので、うんうん、ちょっと夏場はやや波乱気味な動きが金融市場に出て、うん、それを金市場が先取りして、安値から切り上がるというようなパターンもあり得るのかなというふうに思いますね、まあ、8、9月が勝負どころというところですね。そうです ね、 で今年のドル円を見てみますと上半期ですね、はい、値幅は非常に小さいんですね、過去の値動きと比べると、うん、過去、まあ、15、6円は平均的に動いてるんですけれども、うん、今年はその10円以下の値動きで非常に狭いレンジが続いているということでですね、うん、マーケットこういった狭いレンジが続いた後は大きく動くと、持ち合いが離れれば大きく動くというふうに言われておりますので、前半ドル円ほとんど動いていないんですけれども、うん、下半期これは金融市場動向以下では大きく同意づくリスクもあるのかなと、うん、まあ、そうするとゴールドも今から大きくじゃあ上に動くか下に動くかというと、まあゴールドいろいろな顔を持っておりますけれども、とりあえず通貨の顔として売られて、そして株高に伴って安全資産の顔としても売られている状況ですけれども、まあ物の顔、商品の顔からするとここより安い値段といったのはそろそろ生産コスト等が意識されるような水準ということで、まあ大きくブレイク同一区とするとちょっと上値リスクに警戒した方が、まあ年後半であるとか来年にかけては良いのかなという気がしますので、大きく下げてきておりますけれども、そろそろ転換ポイントに近づいているのかなという感じはしますね。後半は大きく動く、上に向けて動く可能性があると。そうですね、ボラティリティは多分上がってくると思いますね、まあ、8月まずイランの再制裁が一つ始まって、ね、はい、11月がまあオイル関係の再制裁の期限ということで、うん、地政学リスクが中東で再び高まる可能性は控えておりますし、まあ、アメリカの景気拡大非常に長く続いておりますけれども、うん、青信号ではなくてやはりそろそろ黄色信号、そして来年にかけてはもしかすると赤信号、うん、貿易戦争の行方以下では前倒して今年といったような見方も多分少しずつ増えてくるのかなと。そうするとそれは金にとっては基本的にはプラスに働くんだと思いますね。原油についてもそうですね、原油については先週大きく調整を入れたんですが、はい、まあ、押し目を買われて週末値を戻していると、
まあ、先週下げた理由は、まあ、カナダのオイルサンドであるとか、うん、リビアの原油生産ストップしていたんですが、うん、まあ、それがリカバーしてきたということと、うん、価格が上昇してくるとアメリカは戦略備蓄を放出して、うん、でマーケットを冷ますのではないかと、うん、いうことが調整安だったわけですけれども、週末にかけてはまあ、サウジの増産が実施されるとなると、うん、OPEC 全体の供給余力が非常に低くなると、うん、今後価格が上昇しても OPEC が価格を冷ます手段がなくなるというような見立てからリバウンドに入っているということですね。ただここから大きく上がったとするとやはりトランプ大統領、はい、一部反対の声はありますけれども多分戦略備蓄を放出してマーケットを冷ますというような動きを取るでしょうから、あ、そうですか、よほどハリケーンリスクが高まるか中東の地政学リスクが高まらないと、一旦は上値はこの7月につけた72ドルから75ドル近辺では抑えられるのではないかなというふうに思いますね。一方下値ですけれども今価格を冷まそうとしているサウジ、ロシア、米国三角ともに原油の最大の生産国でありますからあまりにマーケットが崩れすぎるといったのも避けたいところということで割合高値圏での水準探しというところを見るのかなという気はしますね。ちょっと注意すべきは上海の株価が少し崩れてきているということで、上海株が崩れてくると商品市況これ原油を含めて弱含みに過去推移してきておりますのでちょっとそのあたりは陽系界の一員としては見ておいた方がいいと。ニューヨークの株価非常に強いんですけども中国がやや軟調な地合いを見せてきておりますので、人民元並びに上海の株価の動向は要注意というふうに思いますね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、菊川さんありがとうございました。以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。